スモールシースモールベースボール縛りやっていきます。留学生が42日なんで、じゃあ42日間飛ばしていきますか。どうせ再開、お、勝ってる、7点も取って勝ってる、お、やれるか。海外留学まで残り1日まで来ました。じゃあやっていきますか。おえ、上田がおえおえ、西野がノリノリと。サブローどれぐらい打ってんだろうね、見てないけど。2桁打つかな、1年目から。サブロー、実際のサブローって、あ、北川いいね。北川坪内がだいぶ良くなってきましたよと。坪内そんな上がんなかった。北川結構いいね、変化球2球種上がったんで。坪内はもうちょっと上がってほしかったんですが、サブローの今の成績は、あ、2割5分3本か。これ2桁打つね、数年後。それまでにメジャー行ってくれればいいんですがね。それではシーズン終了までいきます。シーズン終了いきました。まあ、まだ最下位ですね。どうですか。23勝118敗勝率は1割6分3。去年は13勝からまあ10勝上がってるけど、結構金使ってるからね。まあ、打線がやっぱ打てないのはどうしようもないけど、ピッチャーは抑えないといけないよ。 4.16 でしょ、最下位と1点ぐらい違うもんね。ピッチャーは頑張ってください。打率もね、打率も高くないと。 OPS、ホームランは14本、まあホームランは全然大丈夫です。問題は打率よ。これ2桁打たないで優勝してるチームってないよな。いけんのかな、勝てんのかな。不安になってきた。勝てるか。田口 2.61 ようやっとる。つもりが 1.95 ようやっとるね。けど問題はね、坪内 4.21 レル0勝5敗なんよ。去年めちゃめちゃ良かったのにね。 1.50 から 4.21 にだいぶ落ちましたね。球界屈指のスライダーを持つ若手沢、伸びのあるストレートで相手打者を抑える投球スタイルが持ち味。そのスタイルから期待の逸材と呼ばれている。ドラフト1位高卒ナンバーワン左腕です。1年目からね、抑えで頑張ってくれてるんですが、今年はちょっとあまり伸びなかったと。で、打たないと。さあ、サブローどうですか。2割4分、ホームランはデデン6本。1ヶ月怪我してたんでね、これマジで打っちゃうね、ホームラン。ホームラン2桁打っちゃうんで、どうしましょうか、サブローくん。まあ、サブロートレードに出すという作戦もありか。サブロートレードに出してピッチャーもらうのもあり。ありだよな。別にそのルールは縛ってないと。それもあり。2桁打ちそうだったら、ちょっとトレード放出するか。まあ、一番いいのはポスティングでメジャー行ってくれるのがありがたいんですが、もうおそらく行ってくる。まだ行くほどの能力は残してない。成績は残してないんで。4割ぐらい打ってくれるまで、4割5本とかね。うちの理想はそれなんよな。4割打者を育成したい。4割5本ぐらいの選手。山本由伸、ダルビッシュ。あ、ゴールデングラブ取ってる。見てなかったね。山岡かな、投手ってことは。さあ、お金はあまりないです。スカウト、BA。BA でいきましょう。さあ、山岡1億2000万、まあ、山岡払う、田口払う、坪内払う、某をね、払わなくていいかな。北川払う、中鉢どうしますか。ドラフト1位ですが、3球種持ち、まあ払いましょうか。サブローは多分、サブロー出ていく FA 出ていく、南道さんはやっぱきついよな。むしろ FA で出ていってほしい。あ、でも FA で出ても420万だったらあるのか。まあでも420万でいいです。おそらく FA 行く前にクビにすることになるんで。420万、この辺も420万、塩田も。木田も420万、420万。高山悪くないか。まあでも中継ぎだしね。あ、遠野はちょっと期待できるかなと思ってる一人なんだよな。3割5分3厘、まあ、覚醒したっていうのもあって、まあいっか。で、あはクビにできますと。ここから下はこれ野手どうするか。本当にせっかく育てた野手がいなくなる可能性があるんで、あんまり金払わないのも良くないよな。まあ、序盤はしょうがないけど、途中からは
アヘタンの鏡みたいなやつ取れたら、ミートが高くてパワーがなくて弾道が1の選手、まあ、基本的に弾道1の選手しか狙っていかないんで、でも弾道3は打っちゃうよな。弾道2でも打つもんな。結局弾道1の遠野ちょっと育ってみる一回、覚醒したこともあるし、やめとこ、どうせ打たないしラインへ。でも誰か一人育成しないとね、なんか育成したいなみたいな選手が出てきたらいいんだけどね。ミート C、パワー G、弾道1ぐらいの選手出てこねえかな。なんかたまに来るじゃんドラフトで、めちゃめちゃパワーないけどそれ以外の能力高いみたいな、そういう選手希望。まず野手から見ていきますか。あー、みんな弾道高いね。麻酔弾道2あるんだよな。あ、弾道1いいね。弾道3、やっぱ弾道2があるやつは打てるからな。ホームラン、やっぱ弾道1の選手を狙っていくのが一番かな、正直いくと。うん、おー、反町いいね。伸びしいタイピンチビ、まあ、反町かな。ドラ1は投手でいきましょう。投手で守る、おお、いいじゃん。おは、小倉守り勝つ野球をやっていきます。福森もいいね。あー、久保田、天聖久保田、まあじゃあ天聖久保田取りますか。とりあえず天聖がいたらまず問答無用でまず取りに行くと。稲尾なんていたの。うちのスカウトが見、ああ外れた。そしてうちのスカウトが見てなかったんだけど稲尾めちゃめちゃ競合しとるし、反町も行くよな。そりゃ消えるわね。小倉行くか、福森行くか。中継ぎだけど競合する。これあー競合、小倉も、そして小倉も競合してると。小倉福森で競合。外れ外れ、全然くじ当たんないね今回。どっかで大きく当ててくんないとな。川北伸びいいなんよな。こうなってくると取りたい選手がいなくなってくると。なんか弾道1だと取ってもいいかなと思ったけど、弾道2は打っちゃうんでね。2桁麻酔もありっちゃあり。麻酔取ってみる1回、こんだけ外すんだったら。で特能がいい松波、変化球はもう覚えさせるしかないです。であとは3球種のピッチャーがいたら、残ってたら取っていきますか。3球種のピッチャーすぐ取られるんよな。うんですね。じゃあ特能がいいやつ、打たれ動作 B 伸びし、ただ1億は高い。5000万ゾーンから取りましょうか。対左 C、 クイック B はそんなにいらないね。打たれ強さ伸び、対ピンチ対左いいね。伸び A、 打たれ強さ対左、丸山打たれ強さ伸び。さあじゃああとは弾道1のやつ打つみ、できれば足のあるやつがいいかなと。
で弾道1宇賀市対左 E は微妙だな。ミート G ね、ミート F、 小坂チャンスいいね。やっぱ悪い毒の方があるやつはあんまり取りたくないかなと。まあ早急ぐらいだったらいいか。実際やっぱ栄冠9とかだったら早急いいって気になるけど、気にならないしね。パワープロの場合守備はそんなに気にならない。打って打って打つ、打ち勝つしかないんで。前剣3億は高いな。3億は一応まだ持ってんのか、金は。ああ、村上メジャーだ。いや、41本。うちならめちゃめちゃ首です。41本打ったら。さあ、もいもい。あ、金がなくて取れねえや。ああ、野間とかいいんだけどね、ほんま。本当は。うわ、辰巳17本持ってる。野間0本よ、これ。こういう選手よ。でも弾道2あるんだよ。下手したら2桁打つよ。モイネロ1億安くない？ただ、中継ぎ似てんだよな、選手に。金払うのもね。いや、モイネロメジャーあるかな？ないな。モイネロってメジャー行かないもんな。モイネロがメジャー行くんであれば、取ってたんだけど。まあ、山本義信とか乗ってね、取って人身売買したかったんだけどね。伸び B だって、取っとこう。パワー。パワー系は取らんと言ってるでしょ。アヘタンを首にしてくんないか、各球団は。ウォーカー。巨人が新しいウォーカー取ってる。ウォーカー放出して。今の時代はパワー系が流行ってるよな。パワー高いやつが多いです。だからうちにはそんな選手は使い物になりません。コルニエルバイバイ。なんかいい感じで使える中継ぎとかいねえかな。登場とかやれない。島内、東浜、三島、あーでもな、徳永が大体伸びがね。まあ取ってみっか。これちょっと安い中継ぎを使い潰すと。で使い物にならなかったらクビにすればいいと。まあ、津森みたいに1点台で活躍してくれる可能性もあるしね。お金ないね。3億7千万しかないです。キャンプ終わりました。お、松並がサークルチェンジ、いいね。松並はもともと一級種は素晴らしいものを持ってて、特能もいいんで、あとは変化球さえ覚えれば一軍即戦力と。でピッチャー陣は揃ってきたんよ。ただ打線が終わってるからな。いや、まあ、2桁打てない選手ってどう難しいのかな。2桁打たないで優勝するって。タンダマンばっか集めても難しいのですかね。それでは終わりましょう。バイバイ。